皆さんこんにちは、神谷由里でございます。今日は6月27日です。今日も昨日に引き続きゆきちゃんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、前回というか昨日か、うん、昨日セッションのこととか、うん、なんかわからないっていうのはちょっと失礼だったなみたいなことを言ってくれたりとかして、うんうんうん、なんかちょっとそんな話になったので、うんうん、ちょっとなんかその続きをしたいなと思ってるんだけど、はいはい、なんかさセッションって多分さ、うん、ゆきちゃんはさ私のセッションにしか来たことないじゃん、うん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 、でなんか普通こう他のセッションとか行くとさ、うん、なんかもう割とこうセッションでやりやすい、なんかあんまり事故らないようなみんなが知ってるような曲を、うん、なんかちゃんとわけわかんなくならないような譜面を持って行って、うんうん、テンポはこのぐらいです、うん、何々で歌います、例えばスイングで歌いますとか、うん、ボサノバで歌いますとか、うん、ファンクで歌いますとかっていうビートをちゃんと指示して、うん、テンポはこれぐらいですとか、うんうん、でここちょっともしここはどうしますかとか、うん、例えばダブ制に行った後の繰り返しってストレートでいきますかとかっていうのがよく来る質問なんだけど、うん、そういうことにもきちんと答えられて、うん、あそうですね、うん、そこはストレートでいきますので、うん、すぐにこっちに入ってくださいとか、うん、そしたらこうだ行ってくださいとかっていう譜面のなんか指示がちゃんとできて、うん、それでなんかこう歌うっていうのが、うん、まあ礼儀って言ったらなんだけど、うん、一緒に音楽をやる人に対してのなんか、うんうんこうすごい親切じゃんそれって、うんうんうん、みんなそれで路頭に迷わなくて済むわけだから、うんうん、でなんかそれがやっぱり私も自分のセッションに参加する方特に私の生徒さんには、うん、やっぱりこれからどん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 そういうところを覚えてってほしいし、うんうん、私以外のセッションにもどん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 参加してほしいなっていう気持ちがあるわけだからなんかこういろいろ興味ある人はなんかジャズ系のセッションに行ってみる人もいるし、うんうん、なんかちょっとなんかソウルっぽいのばっかりやってるセッションにちょっと行く人もいるし、うんうん、まあ、あのセッションに来る中でもいろんなセッションに顔出してる人たちっていうのがいるのね、うんうんうん、なのでなんかどん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 いろんなトライをしていてほしいなって思うんだけど、うんうん、やっぱなんかそのシンガーがこうするべきだっていうよりは、うん、私は一個の音楽を作る上での私思いやりだと思ってるわけ、うんうん、みんなが気持ちよく演奏できるように、うん、やっぱり一人でも分かんないなって思ってる人がいたら、うんうん、そのまま会話だったら話進めるのってちょっとあれってなるじゃん、うん、その人がちょっと分かるように説明したりとかして、うんうん、今こういう話してたんだよね、うん、だからって言ってその続きを話したりとかする、うんうんうんでもやっぱりいや分かんないしなんかみたいな風にちょっと放ってしまうと、うん、もう本当に分かんないまんま、うん、そのまま分かる人だけついてきてくれっていうような形になっちゃうっていうのは、うん、ちょっとそれって逆の場合もあるのよ。例えばもうシンガーなんかどうせ分かんないから、うん、なんか俺たちだけでって言ってシンガーを置いてきぼりにする人たちもいて、うん、それはそれでやっぱり思いやりがないなと思うし、うんうん、それがなんかプロであろうがプロじゃなかろうが、うん、やっぱり一緒に音を合わせる人たちが、うん、みんなが楽しく、うん、みんなが問題なく、うん、なんかこうそこにある音をこうちゃんと楽しめるっていう状況を作るために、うんうん、私はみんなにそれをなんか覚えてほしいって思ってるわけ、うんうん、そうなんかあんまりにもわからないからこうせめて譜面をちゃんと読めるようになりたいなと思ったこの間ね健太さんのうん、に教えていただいてそうそうケンさんが一番初めに言ったのは昔言われたことで今でも大事にしてるんですけど譜面は思いやりですって言って、うんうん、そう譜面は思いやりってノートの一番初めに書いた、うん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 、でも本当そう私が言ってることと同じじゃない、うんうん、同じだね、うん、とか言って私死ぬほど思いやりのない譜面撒き散らしてきたんだけどこの場を借りて謝罪したいと思います皆様申し訳ございませんでした。私の心ない図面で皆様を翻弄させてしまいました申し訳ございませんでした図面だわあれ、ね、ひっでーのあるから5000円すらないみたいなのがあって、うん、なんかもう本当ルノアールとか紙ナプキンじゃねえかみたいなそんなね、まあ、それは置いといて、うん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 、でもおっしゃる通り で、うん、で私ルパン三世のさ曲書いたさ大野裕二さんっていう人がいるんだよあのピアノの大野裕二さんに、はい、エリちゃん譜面はね我々にとって地図なんだ、うん
っていうね、かっこいいねやっぱこの人の言うことはと思って、私は何年かねこう続けてクリスマスのディナーショーをねご一緒させていただくというそんなのがあって、毎年クリスマスお会いしてたのね。その時に言われたの、それで君の譜面を今日僕はアレンジして変えてきたからって言ってさ、私のクリスマスソングの譜面2枚ね、大野裕二ってサイン入ってるやつが素敵だね、あるんだよ、すごいでしょ、やっぱりねすっごい見やすい綺麗な譜面だったわ、なんで綺麗なっていうかねちょっと殴り書きっぽい感じなんだけど全部もちろん読めて、もうプロが書く譜面って感じなの、やっぱさすがだなと思ったんだけど、まあ、要は本当にその通りなんだよね、で特にジャズの現場なんていうと前もってのリハーサルがないことが多いので、やっぱ譜面を見てその日ちゃんとこう迷いなく演奏できなくちゃいけないから、やっぱり健太が言うように思いやりのある譜面、分からなくならないように書いたく、でさこの間のライブあったじゃん、24日のさ、A ラインの、ライブの時も、馬谷さん何曲かね譜面書き直してきてくれて、それは僕が、その高台行ってとか、そういうの戻ったりするのがちょっと分かんなくなってしまうから、自分が分からなくならないように書き直しましたとおっしゃってたのね、けどなんかやっぱさすがだなと思って、そのなんかいち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 なんかさ行ったり来たりしないで、そう私もなんだか知らないけど、この一枚の譜面で全てを語ろうとして、最後コーダとかも使い果たしちゃって音声マークとかしないで出てくるエリちゃんこの電球マークは何だろうとか言ってもう使うマークがないんですとか言っていやだったら次のページで書けばよかったじゃんとか言われて、いやあともうちょっとで、あともうこれだけだったんですよとか言ってたった2小節書き足すのが惜しんだためにね、電球マークまで登場するようなとても不親切なね譜面をまき散らしてきた人間が言うことではないんだけれども、でもそういうことをやってる、いやでもそういう個性をも愛されてきた人っていうことだよね。いやだって温泉マークない、いやでもちょっと見たいもんそう湯気出てるやつここに飛んでくださいとか言って、そんな時代もあったんだけど、でもやっぱりさ結局そんなさ温泉マークや電球マークを駆使して事故ったらしょうがないわけよ、事故って困るの誰やつと私よね、歌えないんだから、ね、それでじゃあその日歌えなくて、いやなんだよこの演奏ってなった時に、みんななんて覚えて帰ってくるかっていうと、神谷エリのライブ散々だっただからね、ベースの誰々がじゃないから、だからそうか、そうだね、そうなってくると自分の名前じゃん、結局自分の名前しょってやってんだから、一枚の譜面にさマークを駆使してさまとめるよりも、無事故3枚になったからっつってね、無事故で いけた方がいいに決まってるっていうね、大事なところをね私ねちょっと忘れてたんだよね。でもちょっと温泉マークを見てみたいけど、ね、あそうこの機会があったらね、いやだからね、もう本当に私もだからそのゆきちゃんだけじゃなくて生徒さんで、いやちょっとなんか譜面の書き方とかちょっとよくわからないんですとか、学びたいですっていう人にはちょっと健太さんにね、レッスンお願いして、見ていただいたりとか、何人かね私送り込んでるんですよ健太くんに、すごくね丁寧に優しくて分かりやすかった。そうなんだよね、だからやっぱさ健太がさ、うちらのセッションのさやっぱいいところってさ、なんかそのミュージシャンの圧がさ、こう健太がやることによってすごくないっていうか、意地悪もないし、もう大丈夫ですよ、もう好きにやってくださいって何でもついてきますよっていうさ、あの雰囲気をさやっぱ出してくれるプロって少ないじゃん。わかんないけど、やっぱ少ないのよ、やっぱなんかこう何わかんないのみたいなさ、そういうふうになりがちなんだけど、もうそういうところがもう全くないし、なんか仕事でやってますみたいな感じでもなくて、本当に音楽を楽しんで、ね、参加してる皆さんが本当に楽しいようにっていうふうにすごいいろいろやってくれる人だから、なんかみんなこう何緊張、もちろん緊張するんだけど、なんかこう安心、ある種安心感があって、なんか歌える、楽しかったねって終われる、そう、そうなんだよね、だから、分かりやすかったでしょ説明とかも、ほらなんとなく知りたいなと思って、ほら今やろうと思えば YouTube で何でもできるじゃん、そうだよね、だけど結局さそんなにものすごく興味があるところっていうよりは、やらなきゃ
とかそういう風なところだったから、うん、見てても頭に入ってこないんだよね。それを対面で教えてもらうとこんなに分かりやすく分かるのかっていうのが、うん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 、もうあの よかったなって思う、うんうん、あとどんなことを最初にやったの？あのなんとかサークル、あれノート見ないと分かんない、ミステリーサークル違う、ね、麦踏むやつでしょそうじゃなくてあの4度と5度のあのだ C の4度動くとこっちでこっち回りとこっち回りにするとってこれなんだっけ、これじゃほら教わったのに無駄みたいになっちゃうからまあそうだね、そうあのじゃあまあ直接あの知りたい人は健太くんのドアを叩いてほしいと、はいね、そういうことにしとこうか、はいね、あの岐阜にミステリーサークルがあるとその岐阜で私7月16日にライブをするとその前日が名古屋と、はい、そういうことが言いたいです私は、はいはい、よろしくお願いいたしますちょっとよくわかんない、うん、よくわかんない終焉になってしまいましたけど、でもなんかあのやってくと楽しいでしょ、うん、楽しい、ね、うん、あとねあのエリちゃんのライブ24日のライブの時も、うん、なんだろうな、やっぱり思いやりを感じたよね。なんか嬉しい、ね、いろんな意味で嬉、うんうん、しい嬉しい、うん、なんかそれをなんか感じてもらえたりとか、そういうところでなんかこうみんな、ね、雰囲気良くて楽しめるっていうのはね、うん、本当に私がライブをやるもう一番に望むことなのですごく嬉しいです、うん、はい、そんなわけで今日もちょっと最後までありがとうございました。お付き合いいただきましてどうもすいません、たびたびお邪魔して今日のゲストゆきちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。